この映画は2019年に公開されたアメリカのレーシング映画で、1963年から1966年の間の実話に基づいて制作されています。フォードの CEO だったヘンリー・フォード2世の命令で、当時ル・マン24時間レースで最強を誇っていたフェラーリを打ち倒そうとする人々の挑戦と、その裏にあるシェルビー・アメリカンの自動車デザイナーやエンジニアの話を描いています。この映画を監督したジェームズ・マンゴールドは、他にアイデンティティ、3時10分決断の時、ナイト&デイ、ザ・ウルヴァリン、ローガンなど非常に多くの作品を制作しています。特徴はジャンルがとても多様なこと。アイデンティティはスリラー、3時10分決断の時は西部劇、ナイト&デイはアクション、ザ・ウルヴァリンとローガンはファンタジーヒーロージャンル。今回のフォード VS フェラーリはスポーツジャンルになりますね。同じ監督がこのように様々なジャンルの傑作を生み出すことができるということは本当に素晴らしいと思います。とてつもない才能ですよね。ここで今回は皆さんに、見る前に知っていたらもっと映画を楽しめる背景知識をお伝えします。1923年に初めて開催されたル・マン24時間レースは世界で最も古い長距離レース大会です。フランスの北西部の人口14万人の小都市ル・マンで毎年6月に開催され、インディアナポリス500、モナコグランプリに加え、モータースポーツのトリプルクラウンと呼ばれています。ル・マン24時間レースは一定の距離を速く走った車が優勝する大会ではなく、24時間の間により多くの距離を走った車が優勝する大会です。24時間の中でドライバーは交代しながら運転をします。一方車は休まず動き続けるので、耐久力のある車を作ることがポイントになってきます。彼は第二次世界大戦当時空軍パイロットでした。1950年代、レースの世界に飛び込んだ彼は1956年と1957年のスポーツイラストレイテッド誌の今年のドライバーに選ばれるほどの抜群の技量を持っていました。カーレーサーとしてのシェルビーの全盛期は1959年で、その年シェルビーはアメリカの自動車ではなく、イギリスのアストン・マーティン所属でル・マン24時間レースに参加し、フェラーリに勝って優勝しています。実際の彼も映画のように慢性的な心臓病を患っていました。1962年に引退し、自動車の設計者として新しい生活を始めます。英国 AC クーペを輸入してフォードエンジンでフィッティングして作った AC コブラは大成功を収めます。アイアンマンに出てくるシェルビーコブラもまた、まさにこのシェルビーによって作られた車です。マイルズは1918年生まれ。第二次世界大戦当時、イギリス軍では7年間タンクを運転していました。戦争が終わった後、彼は仕事を探してアメリカのカリフォルニア州に移住し、ケン・マイルズチューニングショップを開きます。しかしビジネスの手腕はよくありませんでした。性格も映画のように情熱的だったようです。カーレーサーとして40代で抜群の技量を誇った彼は、シェルビーチームに合流して運転だけでなくエンジニアリングも助けていました。マイルズは1966年にはデイトナ24時間レースにフォード GT40 で出場して優勝します。その年のル・マン24時間レースには GT40MK2 で出場して準優勝をしました。当時彼の年齢は48歳でした。実際にはシェルビーがフォードのところに話をしに行ったそうです。その時彼は事業計画資料まで作成をしてプレゼンテーションもしたようです。実際にはケン・マイルズも参加しました。しかしその年にはギアボックス問題で脱落しています。映画ではフェラーリがフォードの買収合併の提案を断ってフィアットと買収合併をすると描かれています。しかしフィアットがフェラーリを買収したことは事実ですが、それはこの映画に出てくる1966年より後の1968年の話です。フォードがフェラーリと買収合併を試みたのは1963年です。つまり
フェラーリがフォードを拒絶した部分だけが事実となっています。今回私が準備した実話をベースにしたレーシング映画フォード&フェラーリはここまでです。次回も面白くってちょっと考えさせる、そんな動画をアップします。私の絵友達になってもらえませんか？今見ている映像のすぐ下にあるチャンネル登録ボタンをギュッと押してください。そしてその横にある L の形の通知ボタンもギュッと押した後、設定を全てにしていただけたら嬉しいです。皆さん一人一人がこのチャンネルを続けるための大きな力になりますので、よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。